いやちゃうよ、大丈夫です。ということで、今日もやっていくんですけど、今日はね、はいと、まあ、またちょっとパソコンのあれが怖いんで、またゲーム画面だけでいくんですけど、今回はね、展開からの生マルチって感じなんで、取り直しがね、ちょっと効かないんで、もしね負けちゃった場合の、俺動画だとよく負けちゃうんで、そうなった場合の保険のために、ゲーム画面だけでいきます、今回は。なんで、まぁ、ちょっとね、許してくださいということでね、まぁ、キヨキヨさんとかみたいに、そのなんかカメラだけみたいな感じで買うのが多分ベストなんですけどね、ちょっと、もう少しお待ちくださいって感じですね。なんで、展開からの生マルチは、これでいきます。ってことで、スケラっすね。まぁ、3日前ぐらいにも多分その展開生マルチの動画を出したんですけど、やっぱり、なんだろう、マルチを見たいっていう声がすごく多くて、なんでね、もう一回行きたいと思います。ってことで、いいかな、マッチング。ポチッと。ポチッと。よいしょと。いやー、マッチング時間クソ長いっすね。3分43秒ってやばくない？まあ、昼っていうのもあるんですけど、きっと、あ、でも他の国関係ねえか。なんか、時間がバラバラのとこもあるもんな、普通に。3分やばいな。なんかブロスタ1戦ぐらいできそうだよね。グラチャラ1周ぐらいできそう、サブアカで。まあその間にマッチングしたらあれだけどね。ちょっとね、まだ長いっすね。まあもうちょいお待ちくださいという感じで、まあペッカとね交互にとかやろうと思ったんですけど、まあ2連勝スケラで2連勝とかしたら最後の方とかね、ペッカとかでいきたいと思います。まあまあ動画だとなんせね、この弱さに定評な、やば、めっちゃトロ高え。いや、待って、これさっきさ、いたんだよな、トロ上位で。いた、いた。いや、めっちゃこれ、多分グロー、マジ20位とかそういうレベルっすね。マックスにしよう。なんだろう、なんだっけな。いや待って、スケラーあれだ、ちじゃ、迫撃のフレンド感染してた時にスケラ使ってたやつ、スケっぽいじゃなかったっけな、確か。なんか珍しい、この時代に珍しいスケっぽいだった気がするんですよね。そうそうそう、確かフリーズじゃなくて墓石とか言ってたっけな。いやなんだっけな、いやマジで思い出せない。いやー、なんだろう、スケポイ。まあでも、言っても、そんなね、不利じゃないんですよね、実は。実は、フリーズとポイズンだったら、スケラー対面だし、スケラーにポイズン打ってるから有利じゃないのって思うと思うんですけど、思うと思うんですけど、あれですね、なんだっけ、ユニットを1分過ぎたらめちゃくちゃユニットって固められるんですよね。まあインダルとかだるいんですけど、まあこっちも固めてあっちも固めてするじゃないですか。で、端前でやっぱポイズンかけるのとフリーズかけるのにはやっぱ速攻性が違くて、ポイズンは確か8秒間にわたって、まあちょいちょい削るって感じじゃないですか。まあ多分スケラまで取っといたら相手が死亡すると思うんですよね。だからこっちはもうトルネで固めて即端前でね、ここら辺の多分ユニットボーラー、ベビドラー、メガゴー、アイスウィズとか多分そんな感じのミラーになると思うんですよ。あっちはまあ多分インドラなんで、確かインドラだったんで、ボーラー、インドラー、ベビドラー、はいはいはい、よいしょ。いや俺もボーラー出してよ。でこういう感じでなると思うんですよね。やばい、よいしょ。オッケーオッケー、よいしょ。え、その位置は普通に、なるほど。これサイド変えられるのはちょいだるっすね。
まあ、これはこの程度で済むと思うんですけど、よいしょー、ちょっと代償が大きめな気がするんですけど、全然食らってねえな。やっぱ防衛がうまいですね相手は。トラが高いだけあって、ワンチャンインドラスケラ多分難関と試合乗せてくるよな。あー乗せてこない、なるほど。俺が前かがみになるの待ちって感じですね。これでインドラ切ってきたら、はい、こっち行く気満々でいきますね。これ負けたくせえな、ちょっと。いやーちょっと負け臭いっすね。こっちあえて、あそうポイズンボーイがあるんだ。いやーきついなー、また負けたわ。また生マルチで負けたわ。いやー終わりっすねこれは、さすがに。いや、ワンチャン？あー、終わりだ。いやー、うまい。いやー、最悪だ。何が、しかもこれ、悪いのが、何が悪かったかわからないっていうのがね、まあ、ちょっと俺の方がやっぱ前鏡になってたかなって感じはしたんですけど、逆サイスキャラとかね、パンパン打っていって、相手はひたすら防衛してからの、ただただ守ってから、余ったユニットにカウンターでスキャラ打つだけみたいな感じだったんで、まあ俺がちょっと攻めすぎだったのかもしれないとは思うんですけど、まあ細かいところうまかったですね。真ん中の一番逆サイドのあれサンドボックスってあれじゃなかったっけ、ロイジェイじゃなかったっけな、確かロイジェイだった気がするんですけど、遅延ロイ、うんってことは違うな。いやーウォーラ聞きたくねえな本当は。あーだるい、もうだるい。なんだろう、この位置っすね。タルババこの行った後に一発この位置だと殴ってくれるんで、いやーこれもう空で守るしかねえな。だるっ、このさ開幕で半分以上削られるのマジでだるいんだよな。いやだるいなーこれ、しかもカウンターできないっていう悲しさ。これでもいけるな。じゃあ誰？マジかよ。これ多分ユーノとかから攻めてくんだろうなマジで。どうせそしたらトレネタルババで守るか。だるいっすね。はい、よいしょ、なるほど。まあだるいですね。まあだるい、これワンチャン手札回しのフリーズとか打ってきそうだな普通に。んーだよね。いやそう、手札詰まっちゃうんですよねマジで、フリーズ打たないと。相手の気持ちはねよう分かりますね。まあでもこれはボーラーでいいですね。逆サイ工場来たらベビドラだけで、外因は食らっちゃうんですけど、もうベビドラだけで守ります。でもこれワンチャン普通に。マジワンチャン普通にあるっすね。先にスケーラー打って。おいしょ。これ普通にあるっすね、マジで。2周目。これで、やべ、これ言うの、
いやこれ守れねえな。いやあかん、いやーフリーズ打てばよかった、最悪だこれ。絶対守れたっすね今の。ちなみにこれガインしちゃってよかったわ。いや俺何してんだろう、めっちゃ無駄なフリーズばっか打つな。フリーズってか取れねえか、やばい。これいけそうっすね。よいしょ、言うの警戒しつつって感じだな。ワンチャンフリーズ、おい、まあまあまあ相手が前かがみになるとそれなんだろうな、なればなるほど勝てるんで、これは言うの受けちゃっていいっすね。そろそろいけそう説あるな。よいしょ、オッケーオッケー、全然オッケー。これワンチャン言うの、これフリーズ打てばこっちだな。えい、あぶねえ。よし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 、結構高レベルな試合を見せられたんじゃないかなと思いますね。140位、言いましょうどんどん。一応ね、よいしょ、まあスクショが命みたいなのがあるんで、僕たちツイッター芸人はスクショが命みたいなのがあるんで、ラストいきます。いや待て、これペッカでいこう。スナイプとかされても大丈夫なようにペッカでいきます。まあ、これでね、あのまあ俺はスケラとペッカ両方使えるんやでってところをね、まあ、見捨てつつ、まあこれでねペッカで勝っていくことによってって感じですね。ワンチャンなんかもうボッコボコに、相性いいロイジャイとかにボコボコにされたりしそうだけど、ね、ワンチャン。いやさっきのスケラのやつマジうまかったな。シンプルになんだろうな、今のもでも相手の陣技も見てたら分かると思うんですけど、ちょっとやっぱなんだろう、俺が守りに一生回って相手が攻め気味だったじゃないですか。それがなんだろうな、やっぱり良くないというか、どんなデッキで来るんかな。いやマジこの人の名前見たことないですね。んー、なんだろう、でも待ってもよくないんで、どうせ待ってたらバルーンかスケラかゴレなんで、カラバ、なるほど。あーなんかボーラーとか出てきたらブチ切れるけどな。出てきた、マジか、だる、マジでだる。いやどうしようか、歩くし、やるくし、ちゃんと歩くし。いやトルネとかあんのかな、これでこんなんで。あー美味しい、そのアーチャー倒してくれたのはマジででかい。どうせタルババンだろうな。ない、さてはない、ないんなら、おいゴーストが現れてない、これは美味しい。いやいいな、これはこっちで処理して、よいしょ、これ受けていいですね、自陣で。これ橋前ペッカいけたな今の、もったいね。これ何盛り空気がいけ、飛べ飛べ飛べ、ふう。いやこれなんかトルネがないってことはスペルいっぱい積んでるんで、インフェルノタワーがある
説があるんですよね。好意的って大体なんか結構サンスペなんだろう、矢の飴入ってるのってポイズンとなんだろう、ポイズンフリーズ矢の飴アーチャーが入ってるスキャラって、そう大体マジこれなんですよ。マジ立証っす、スキャラ絶対入ってる説立証できそうっす。マジでもう一マスいけたな、努力して。これ絶対フリーズ打てんのやろ、打てたら俺ブチ切れるからな、ほんとに。これさー、てか工場回ってるかな、工場じゃねえ、ボーラーめっちゃ速えやんけ、回転が。なんでボーラー回ってんの、ほんとに。これ逆サイ行くべきだったな、マジでほんとに思う。でもなんかワンチャンいい感じのオーラ出てる、なんかワンチャンいい感じのオーラが出つつも、これペッカでいいっすね。インフィノタワー来るんで、これなんかで蓋しないと。ああ入ってる入ってる、オッケーオッケー、おいしいおいしい。右左を左右を見据えつつ、これポイズンボーイだな、これでいいな。これボーラーあるんで左行っちゃうと、うめっちゃ優柔不断やん。嘘でしょ、くっそ優柔不断だったな今の。あい、それあい。これインフィニタワーなんでバチぶっぱすね。いやだる、マジか、抑えられた、俺のバチぶっぱが抑えられた。いやこれワンチャンフリーズ来るな、来ねえか。いやこれ引き分けならいいかなって感じっすね、正直。いやだるいな、そのアーチャーセパがだるい、もうだる。ワンチャン勝ちを拾え、どうだろう。インフィルノタワーが邪魔すぎるんすよねマジで。ワンチャン逆にこれでインフィルノタワー壊しに行くみたいなところありますね、真逆で。よいしょ、これで壊してくれればないけるんですけどね。だる、マジかよ、待って、薄いでしょ。なあ、矢の飴がだるい。マジ、なんで俺デッキ変えたん？これ絶対ポイズンあるよね。ポイズンねえ。ポイズンねえか。さすがにねえか。ここで打たないってことはないな。あ、もうだるい。オーマイガー。ちょっと待って、やっぱり。いやマジ最悪なんだけど、もう切れそうなんだけど、マジか。1分入る前にもうちょっと大ダメージ与えたかった感がありましたね。俺の攻撃スキルがちょっと低かったかなって。ラストいきます。だいぶ長くなっちゃってるな。でもさすがに一生2敗じゃ終われんみたいなとこあるんで、いやここまであれなんですよ、一回引き分け挟んで、その引き分けをなしって考えたら7連勝してるんですよね俺。そう、展開上がるまで7連勝してて、で動画撮って負け勝ち負けみたいなね。悲しい、俺は悲しいよ。ノバを受けたい、まあ、ノバといえばみたいな。逆にペッカをスナイプしに来てくれてればありがたいですけどね。なんだ、おや、ラバか。ペッカをスナイプするならばラバだが、お、なるほど、竹取ってからカウンターオブカウンターですねこれは。いや3発食らっちゃうからこれあれだな、2発積んだ、これ打っちゃうか。いやこれは打っちゃっていい、全然
いいよ、ワンちゃん。あ、いい、やる気言ってくれた。ああ、ありがてえ。なるほど。うん、そっちはいいから、次のオーブンの波でトルババ出して、こう10エリンぐらいになった時か、ちょうど。よいしょ、なるほど。まあこれで普通に逆サイロイ来てもあれなんで、別にアイスウィズメガゴで守れるんで、多分2発ぐらいでいけると思うんですよね、多分。なるほど。メガゴだけは決めれるとき、スケラ打つときはメガゴ出しちゃっていいんですけど、なんだろう、頭にどうせ来るのがメガゴか。あー、なるほどね。うん、まあこれケツボーラーでいいっすね、シンプルに。ケツボーラーしてもう一回攻められても守れるんで、そういう時はケツボーラーが一番足遅いし、あのユニットたまるんですよね。でしかもこっちのサイドを攻めれなくなるんで、これケツボーラーがマジ安牌、マジの安牌説。フリーズっちゃいますねこれ、絶対5来るんで。よいしょ。まあボーラーかな。なるほど、それは熱い。まあこれはあと2発ぐらいワンチャン入れられそうだったんで、てか1発が370なんですよね、重すぎるんですよ普通に1発が。だからこれ打ちざるを得なかったって感じですね。とりあえずこう真ん中ベビドラで受けて右に行く。はい、これワンチャン挟んでくるな。はい、あーこれエレキに転がせばよかった、もったいね、溶かしたいがために。あ、でもこれでワンチャンでも5打ってくるんだよなこれ、普通に。てか打つ、そう打つしかない。でもこれ結構チャンスで、これでメガゴ、どうせメガゴが来るんでメガゴ稼ぎたいんです。5打ったんでね、これタルババ早く転がせ、早く転がせ。割とこれ入るんじゃないか。オッケー、タルババを転がしてからフリーズ打ちたいんですよね本当は。うん、これはあえてトルネ打たずにカウンターでいいかもしれないですね。エリアドただでさえ取ってるのに、相手はスキャラ打ってきたんで、スキャラじゃねえ、よいしょ。これエレキ、エレキしかない。オッケー、もう一丁。うん、なるほど。5打ったんで、でも言ってもいいですね、打っちゃっていいですねこれ、縦付けしかないんで。でこれ内側から湧いて GG だと思うんですよね。おい、見えなかったけど、グッドゲームと。危ない危ない、ひえ。いやー、行ったり来たりですね、無限に。さっき32持ってかれたんか。まあいいや。ってことで、まあ2勝2敗。これがまあ展開の現実って感じですね。割とやっぱ、本当に、なんだろう。まあ普通、めちゃくちゃ上手い人は、本当なんか、あの、三重市のね、エンドって、あの、この多分今ローカル1位なんですけど、こいつマジで上手くて、ミラティビドがやってても、あ、これはこれでいけるやな、みたいな感じでやってるんだけど、めっちゃ勝つんですよね。ほんと6600までなんか何回か、3回かしか負けてないみたいなこと言ってて、化け物かやって感じなんですけど、でも俺その30使っても勝てなかったんで、まあ、つまりはそういうことなんですよね。あの、プレイヤーが上手いだけっていう、デッキが強いってたけど、結局プレイヤーが上手いだけなんで。ってな感じで、まあ、このデッキ、ペッカーで負けちゃって、このデッキでは2勝1敗。かな。ワンチャンペッカのとこカットする、いや長さかな、長さ的に。いやでもいいか、生マルチはやっぱ負けてこそ面白さがあるみたいなとこあるんで、全部入れるか。そうだな。ってことで、あれ、鮭丸倒して展開、たまたま天狗とか展開行ってますね、たまたま。ってことで、これで終わるんですけど、まあこんな感じですね。
うん、まあ、ちょっと長くなっちゃったんですけどね、まあ、見てくれた方ありがとうございますって感じですね。で今日キヨキヨさんとね、コラボ動画を撮影してきて、キヨキヨさんのチャンネル2本で僕のチャンネルで2本、撮ってきて、まあ、それの多分ねこれ2本目なんで1本上がってると思うんですよね。多分足でやるやつかな。あとはまあなんか結婚についてとか、まあそういうのもね動画を撮ったらね、まあ、ぜひそちらもね見てくださいということで、あとはね今日ドズさんともコラボさあのね動画を撮影させていただくので、まあねそちらもねまた明日か明後日ぐらいにね、あのどっちものチャンネルで上がると思うんでね、ぜひそちらの方もチェックしてみてくださいということで、ね、今日はね、まあこんな感じですねということで、終わります。お疲れ様でした。